オタほの、スミンラを崩せ動画を終わるにみなさん、こんにちは、オタほです。今日組むキットは、これだ機動戦士、ガンダム0080、リボン100、ザクツー2回だああ、先月のね、マスターグレード、NT1、アレックス、バージョン2に引き続き、ザク2回。いやー、このザク2回の100分の1スケールは、 立体化、今回が初めてです。ぜひね、このアレックスの横に並べたい。早速レビュー行こうこれがザク2回。ああ、この絵がいいですね。これは視点的に物語に登場するあるという少年がいるんだけど、これはあるの目線だね。もうまさしく最終決戦のところ。ここにちらっとアレックスが映っています。もう戦わなくていいんだよ、バーニーっていう声が聞こえてきます。そう、バーニーの愛機です。パッケージの横。 通常版の頭部に加え、四換関係用とフリッツヘルムの頭部が付属しています。今回のキットは何と言っても見どころはポリキャップレスなところですね。ポリキャップゼロで組み上がったらどんな感じなんだろうと今からすごくワクワクしています。オッけーろオッけーろじゃーん中はこんな感じ。早速ランナーを見ていこう。お、まずは目を引くのが鮮やかな外装のパーツ。おー、綺麗なグリーンですね。 濃いグレーに、これはラバーパーツかなイエロー。次、レッド。お、パッと見た感じ、こういった細かい部分も色分けされてますね。グレー。さっきのグレーとは違う色ですね。色味が明るくなっています。関節とか手とか、こういう色味なんですね。アレックスの時も明るいグレーでした。なるほど。色味がこう合わさった感じになってますね。 それから各部に貼り付けるマーキングシール。次。クリアーパーツ。それからレッドのパーツ。おもう一段暗いグリーン。この色と違います。それから、えー、関節のグレーに濃いグレー。これは武器とかバックパックとか足裏。キットは以上。さあ、そしてこれが説明書。マスターグレードの組み立ては フレームを組み立てた後で外装のパーツを取り付けるといったような感じだったんだけど、これはもう本当にハイグレードのような感じですね。あっという間に組み立てていって、上半身の完成。足。それから腰回りを組み立てて、これで本体の完成です。あとはヒートホークとか武器。これらを組み立てて、これで完成です。一応ギミックとしてはモノアイが稼働します。 さあ、今日はね、ま、あ今日もパチ組みでいきます。ま、あ前回のアレックスがパチ組みだったんで、ま、あ墨入れを施すぐらいかな。8割ぐらい組み立てると、こうなります。ああここまでできました。えーとね、だいたい、え4時間ぐらいですね。パチ組みをした後、墨入れと、艶消しのトップコートを吹きました。まずはマーキングステッカー。 これはそうだね。説明書に書いてあるもの全部じゃないんだけど、ある程度貼った後、まあ後で好きなところに貼ってねっていうシールがいくつかあって、それをちょっと貼ってますね。次は付属品。武器。ヒートホーク。これは展開状態と収納状態を再現できます。グリップを短いやつに差し替えられます。次。マシンガン。この部分を展開できます。 右手のみマシンガン持ち手。左手のみ平手。ハンドグレネードの展開状態。それからハンドグレネードのグリップと、この小さいのが収納状態です。後で組み立てるんだけど、右の腰の横にハンドグレネードが3つあります。さあ、ここからどんどん組み立てていくぞ。まずは足。組み立てはとっても簡単でしたね。 四柱サクサクと組み立てられました。各部の赤いスラスターの部分をご覧ください。これ全部プラによる色分けです。こういうのいいですよね。イエローの部分はラバーパーツになっています。これで足の完成。さあ次は腰回り。造形はこのようになっていて横の部分。このサイドスカートをこっちに取り付けて左側はこの部分が展開してマシンガンの予備を この中に入れることができます。反対側。こっちには、こういう受けがあって、ハンドグレネード。これはすべて取り外すことができます。それから、スカートの内部はこのようになっていて、ガンプラおなじみの、この股関節の部分でスライドするギミックがあります。左足。 右足を取り付ければ、これで下半身の完成。さあ、次は腕。標準の手首は、こう穴の開いた握り手になっています。いやー、これ組んでる時もポケセン見てたね。もう本当に何回見てもいいし、もう泣ける。あ、この部分はこういう風になってて、この中のフレームが動きます。 反対側も、このシールド以外は同様ですね。で、この中のグレーのフレームはこっち側と同じです。このように自由に稼働します。若干、ここはね、ポロリしやすいですね。こんな感じで取れちゃいます。これで、両腕の組み立て完了。さあ、それではバックパック。これを取り付けて、ボディ。 コックピットの開閉ギミックはなし。なんだけど、この胸部のパーツは、独自にスライドして、このお腹のパーツ。これを、うん後でボディを動かした時にわかるんだけど、こう前傾姿勢を取れます。あとは引き出し式関節があったり、ここの部分も、こうやってやると見えるんだけど、このように独立して稼働します。そしたら、腕を、 取り付けてお上半身と下半身を接続さあそして最後は頭部頭部は差し替えによる3種類があってこれが B タイプフリッツヘルムと言いますそれからこれが通常のやつですねでこっちが指揮官器用角がついています黄色い部分はラバーパーツになっていてここはクリアパーツですね で、中のモノアイもクリアパーツだったんだけど、ピンクで塗装しました。キットにはピンクのシールがあります。で、裏から見るとこういう風になっていて、ここ。これがスライドレバーになっていて、ちょっと見えるかなせーの。このようにね、モノアイを稼働させることができます。こういう感じ。頭部を取り付ければ、これで完成 ザクツーカイだおー、できました。めちゃくちゃかっこいい。いいね。僕にとって、このザクツーカイの立体物っていうのは初めてなんで、とても嬉しいです。こうして、改めて実物を見るとうん、上半身のボリュームがちょっと少ないかなという感じがします。あの、アニメだともうちょっとこう、ボリュームがあるんだよね。まあ、なんだけど、なんだろうな、すごいかっこいいです。 いいね、いいね。横。それから後ろ。後ろ姿もいい。やばい、ヒートホークを忘れてた。やっぱね、これつけないとね。あー、最高だ。これがバーニーの愛機です。ちょっと早速手で取ってみよう。これがトップコートと墨入れのみの、ほぼパチ組です。パチ組でこれだけのクオリティです。本当にすごいなと思います。 早速近くでじっくり見ていこう。まずは上半身及び頭部。ランナーの紹介の時に言っていた2色のグリーンですね。このグリーンがすごくいい色です。腰回り。このスラスターの部分が別パーツになっているので、こうメリハリが効いていますね。ほとんど色分けされています。足。 で、マスターグレードとかとは違うんで、例えば見えないところっていうのは省略されています。ここは本当は赤なんで、えー、こだわる人はここを赤に、えー、塗装してもいいですね。まあ、非常によくできてる。続いて可動範囲。首の付け根がこのようになっていて、スイングします。頭部はボールジョイント。ぐりぐり動きます。あとはさっきお見せしたモノアイが稼働します。それから腕。まずは肩の付け根。ここに引き出し式関節と、 あとはさっき組み立ての時にお見せしたこのボディですね。ボディ自体がこのように稼働します。腕の付け根は軸。えロール。肘が二重関節。手首の付け根はボールジョイント。あとは胴体。ここがすごいんですよね。このように展開して、このようにガバッと前の方に持ってくることができます。最大でここまで行くんですよね。なので、 こう劇中のような、これなんていうのかな、こう、どっしり構えた感じっていうのができます。腰回り。フロントスカート、サイドスカートは独立で稼働し、リアスカートは動かないです。足。これはさっきお見せしたやつですね。ロール。膝。膝は二重関節。大きく曲がります。それから足首。足首は軸になっていて、このように大きく可動します。 あとはつま先が稼働します。あとはアーマーの部分。ここが稼働します。各部を動かしてアクションどうこれもう本当にアニメから飛び出してきたかのような自然な動きができるんですよね。すだちもかっこいいんだけど、動かすとさらにかっこいいです。さあ次はこんなポーズ。 頭部をフリッツヘルムに交換しました。ご覧ください。ちゃんと両手持ちができます。肩の引き出し式関節とか、胴体周りがすごく動くので、ポーズも自然です。さあ次、式関係ヘッドに交換するとこんな感じ。さあそして、再び頭部を元に戻して、ヒートホークを手に持たせるとこんな感じ。あー、バーニーの あの声が聞こえてくる。このキットはとにかくこの上半身のこの可動が素晴らしいですね。本当にアニメのようなポージングができる。そこがとっても気に入っています。さあ、そして最後。これは僕が勝手に自分でやりたかったことなんだけど。今回のアレックスに付属のあるのフィギュア。これの先に、アレックスとザク2回一緒に並べるとこんな感じ。おー。 あの劇中のあの姿が蘇る。もう戦わなくていいんだよ、バニー。あの瞬間を再現できます。このシーンはね、本当に悲しいです。さあ、そして最後は比較。再びアレックスと一緒に並べるとこんな感じ。ああ、いいね。やっぱ自分の目の前でこうやって2機がこう一緒に立ってるっていうのはすごく感慨深いです。 こっちもね、前回、パチ組みで組みました。今回も、トップコートと墨入れ伸びのみの、ほぼパチ組みです。パチ組みで、これだけのクオリティなら、もう文句ないね。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで、今回の、機動戦士、ガンダム0080、ポケットの中の戦争、リボン100のザク2回のレビュー、いかがだったでしょうかいやー、もう大満足だね。 この100分の1スケールで今回アレックスと初めて一緒に並ぶことができるっていうことで、まあ、アレックスを買った時から非常に楽しみにしていました。実際に自分が組んだところとっても簡単でしたねえ。全部合わせても4時間くらいで組み上がると思います。そのままでも十分かっこいいんだけど、スミレをちょっと施してトップコート、ツヤ消しがいいかな。ツヤ消しを吹くだけで、もう本当にもうこれで十分だなというぐらいのクオリティです。 普段ガンプラをずっと作ってるね、コアなガンプラ野郎にはもちろん、初心者で、なんか初めてガンプラ組もうかなっていう人にもおすすめだし、あとはマスターグレードのアレックス買った人もね、ぜひ一緒に並べてみてください。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、ね、楽しかった。<laughs> 俺もポケセンが好きだ。ザク2回、ガンプラが好きだという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter をやっています。 ツイッターのフォローもどうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。おー、タファー、これ一緒に並んだ時、すごく良かったねーとか。おー、パッチ組でこのクオリティすごいねーとか。あー、僕もこれ気になってるよーとかね。他にも、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたわでした。またねー。これでお別れだ。じゃあな、ある。